今日はね、美味しすぎる和風ハンバーグを作っていくよ。まずね、ハンバーグのね、あの玉ねぎ入れるやつがね、ちょっと時間かかるので、先にもうやっちゃいます。はい、レンチンで5分。続いてソース。ソースはね、あの大根おろしが欲しいので、おなじみブレンダーさんに頑張ってもらいます。はい、完成。水分切っておいてね。玉ねぎの粗熱が取れるまでに、あのソースを作っておきます。上の調味料を混ぜて、はい、フライパンにバター入れて、ドーン、はい、ドーン、そっとしないとね、こんな風になっちゃうので気をつけてね。はい、ソースの完成。はい、玉ねぎさんの粗熱が取れたので、ハンバーグを作っていくんですけども、もうハンバーグはどんなやり方でも、好きなやり方で大丈夫です。私は卵とパン粉と塩コショウだけで作ってます。はい、こねてこねて、もうね、ゴールが見えてきてる。もう完成。はい、パン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 。はい、オッケー。はい、焼き目つけて、はい。はい、蓋して完成。あとはね、ソースかけてね、海苔とかね、シソとかかけて、よかったら作ってみてねー。